なんかいろいろあります。いろいろねネタがありますね。でもこれねスープと麺だけじゃなくてチャーシューとかねメンマ入ったり。でかこれ、めっちゃ種類あるな。濃厚つけ麺、辻田の濃厚つけ麺、東京ね。なんかいろいろあります。でこっち側にも、二郎系のラーメン。出ますね。はい、で今日の、ネタがこのラーメンの自販機ということで、まあ、非常にね珍しいものかなと。いろいろねネタがありますね。でもこれねスープと麺だけじゃなくてチャーシューとかねメンマ入ったりとか、まあなんかいろいろとね入ってますね。ちょっとね楽しみですね。はい、冷凍ラーメンの自動販売機、有名店のラーメンが買える、冷凍自販機ということで、まあ、いろんなね有名店のラーメンが販売されてますね。宇和島とか東京のねラーメン、あでも東京で出してる宇和島の宇和島対塩ラーメン、でも関東のねネタですね。できました。あ結構でかっ、でかっ。これです。こんな感じです。もう全部ねセット入ってます。でチャーシュー入り、ちょっとねこれ帰って調理します。これが、購入した、自販機ラーメンです。家系のねラーメン、これからね調理していこうかなと思います。
はい、新橋に本店を構え、都内中心に複数店、展開する二郎系インスパイア店舗ということです。大きい鍋2つにたっぷり沸騰したお湯を用意しますと、スープの、袋を切らずに沸騰したスープ用の鍋にちょっと入れます。はい、手順間違えました。もやしをどうしようかなと思ったんで、もやし入れるんでちょっとねごま油引きます。ごま油引いて一回もやしをね洗って、で洗っての火通した方が美味しくいただけるので火通します。おやべ、こんな感じですね。かなりいい香りがします。はい、でここでね、先ほどやろうと思ってたことをやります。ここで次に麺をね茹でるということで、沸騰するまで待ちます。ちょっと見た目悪いですけど、先ほどの実はもやしがすごくバラついていたという、こちらもかなりいい感じになってきましたけど、あと5分ぐらいかな。うん、はい、で沸騰してきたら、この熱湯にお湯の中に、麺を入れるということです。これが何分か、さっとこれを入れるときちょっと注意しながらゆっくり入れましょう。よし、お、さて、ね、普通の麺とは違った感じかなと思います。強火でいきましょう。結構本格的な、感じかなと思います。はい、でちょっとニンニクを潰す機会がないので、これで今ね潰してます。沸騰してきました。こういう時こそよく火の周りを注意しながら、やっぱりこういう火のコンロでやった方がいいのかなってすごい思います。何度かねの IH でやったんですけど、やっぱり火力が追いつかないですね。まあもちろん沸騰させることできるんですけど、このやっぱ火だと、ね、全体的に入っていきますね。ここで火を止めます。からの、湯切り、始めます。感じです。おちち。おやべ。はい。いきます。はい。おすごいいい匂い。あもう独特の家系の匂いだ。ニンニクも入れます。こういう感じかな。がっつり入れます。おーできました。はい、こんな感じでございます。じゃこれ早速いただこうかなと思います。もうラーメン屋の匂いだ。うん、ラーメン屋さんと変わらないですね。スープが本格的でございます。うん、うん、うまい。あうまい。うん、やっぱり店舗のやつとクオリティは変わってくると思うんですけど、もう納得の味でございます。味と食感でございます。
というわけでね、こんな感じで、お好みでね、野菜、もやし、キャベツ、ニンニクを持って、お召し上がりくださいませということで、まあ、食べ方はね、いろいろあると思うんで、興味ある方はぜひね、トライしてみてください。はい。というわけで、今回はね、ごちそうさまでした。ごちそうまだ食べるんですけど、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。